ダブルスマッチプレー対決。イエーイ、なんだそれ。対戦相手、はい、初の対戦相手はセンスゴルフグリップさんです。センスゴルフグリップの竹内です。相方には、村田さんに来ていただく、はい、よろしくどうぞ。よろしくお願いします。まあ、私たちが勝ったら、うん、まあ、何か勝負ですからね。リンゴルフでは毎年リンゴルフオープンという競技大会を開催しているようですので、アメリカのミッションヒルズカントリークラブ、そこに2名ご招待します。マジ。スッツさん、この経過を見てた方がいいですね。はい、ルール変更。しかもトリですもんね。大変なことだ。トリみたいな感じになっちゃってるから、センスグリップチームもベストボール2打ずつ打てるようにしていきたいと思うんですけど、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうしましょう。その方がちょっと気持ちを荒くなってですね、すいません、ありがとうございます。急に調子出ちゃうかもしれないです、ね、はい、じゃあ14番から。はい、14番からということで、ありがとうございます。はい、行きましょう。木まで171で、あの木で171、はい、皆さんも避けないと当たっちゃう。ちょっと急にしっかりやんなきゃって感が出ちゃった。ちょっと待って、今まで適当だったってこと。ナイスショー。当たるかも。当たんない。あ、抜けた。すごい。オッケー。何も考えない。オッケー。何も考えずに。頭を残して右足体重。おお、よろしくお願いします。ちょうど木が邪魔です。急にあっちも空気変わったでしょ。なんか緊張してきたでしょ。急にやる気で出してきたでしょ。緊張してきた。誰もでしょ。雰囲気出して、緊張してきた。結構雰囲気出してきた。負けそうな気がする。雰囲気出てきたでしょ。いやいやいや、してない。まあ、村さんがあれの前にすごく飛ばしてくれると思いますから。おお、巻いてる。でも飛んでるけど、飛んでるけど巻いてる。入っちゃった。入っちゃったね。まあ、ベストボールですからね。ベストボールだから、おそらく攻めたんだと思います。あえて攻めたんでしょうね、多分。竹内社長のボールが採用になりました。これは残り距離は200ぐらいあるんじゃないですか。200ぐらい、はい。5ユーですか。5ユーがマックスなんで、はい、頑張ります。案外ね。お、こんなまあ、でもどっちか緊張してるんでしょ。緊張してるんだね。でもやっぱ、ありがとうございます。私、2人は言ってゴルフしたことないんじゃないですか。ないよ。だから、余計そういう緊張もありそう。思いっきり景色が丸。うわー。7番アイアンで打ちます。てんのにガーン左行った。すごい、こうなってるね、多分。距離は良かったっけ。ちょっと頑張って。こう、下ろしてこないと。いきます。75ヤード。75ヤード。クラブは？クラブは56度。75ヤードです。
本当にいい勝負。え？今3打目ですよね。乗った？あ、エッチエッチ。でしょ？ちょうどいいでしょ？いい勝負いい勝負。ほら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 。浮きでいいから。はい。キャロウェイ。ちょっと今回は素振りしようと思って。打ちますよ。打ちますよ。いいね。おお。でもねトップしたの。いやでもキックした。うわ。うわ。大きいよ。あでもギリギリ耐えた。うん。いいよ。ギリ。58度でジャストって感じ。下入ったな。ごめんなさい。珍しい丈。うまく言えたね今。うまかったですか。うまかった。ちょっとカメラ入って言っても。じゃ声だけでも大丈夫で。大丈夫。今入ってる。あー下入っちゃったよね今。いやこれ純様のボールですよね絶対。同じぐらい。2カップぐらいか。まああっちでもいいよ。行ってみる。じゃあ決めちゃおっかな。ちょっと待って。それは決めてほしい。これ決まったらやばい。フックだよね。フックだよね。そう。だいぶフックじゃない。じゃあこんぐらい。ここぐらい、うん、マークしといて。強さは強さは弱めの強め強め、届かなきゃ入んないよ、ゆきりん。ちょっと待って、会話が全然わかんない。ゆきりんごだから、これ弱めの強めだよ。ガツンと弱めの強め、ガツンとガツンと打たないと。あっガツンと打った。あっうわ悔しい丈だ、これは。結構切れるね。切れたかったな。でも純様が弱めの弱めだったね。うん。え、こんな曲がる？でもユキリのやつだとこんだけぐらい、うん、そう。でも弱めの弱めだったらちょうどよかったかもしれない。弱めの強めでいったから結構そうだよ、弱めの弱めだね、うん、あれ？まだ全然曲がってこない。全然そっからグググッと弱めの弱め。ちょっともうちょい弱めの中くらいだった、ね、弱めの中くらいだったね。それはすごい弱めの弱かい、うん、弱めの強しかなかったから、ね、それはすごいわかる。惜しかったよ。これはセンスグリップの見せ所ですかね。2カップ左、2カップ左、2カップ左スライスライン上り。強い。強めの強め。強めの強め。よし。え？弱い。ツッコレ弱い。ツッコレ今何打目だった？どっちもどっちだ。ボギーパット。次ダボパット。ゆきりん言って。右側、左側だね。まっすぐかな。うん、迷った場合はまっすぐ。来た。いやー、惜しい。そうなんです。あ、そっか。うわ、惜しい。終わりです。ダボ。ダボで、これで決まりです。ダボ。これ終わった？ボギーです。こちらボギー。なんで？スリーオン、スリーパット。あ、スリーオン？スリーオン、ツーパット。ツーパット。はい。終わりです。終わり。よいしょ。ナイスショー。これ採用で。はい。これ採用で。ない。いいね。ナイスショー。うわ、右曲がった。木の。右。よいしょ。イエイ。完璧です。完璧。あ、木に当たった。え、マジ？いや、右に跳ねた。レッツ
マジマジマジ。打ちまーす。4番ウッドで男前に。どこだった？私はもうあの打たなかったの？聞かないで。三打目勝負です。三打目勝負、うん、うまっ。ちょっと待って、今の狙ったんですか？狙いました。打つでしょ。ゴロゴロっていうか、まあ、低めのスライスみたいな、カット打ちガーンみたいな。絶対ミスんないから。あー疲れた。今知ったから。距離何ヤードですか？169ヤードです。はい、はい、6番で、はい、お願いします。もう良さそう。でかい、はい。巻いてこい。乗った？お、乗ったみたい。やばい。ね、大丈夫。じゃあ、こうアップってやつ。フルで。フルで。何番？九番。オッケー。おお。やだ、振った。足りないんですよ。上がんなかった上に。やべ。ピンチ。でもユキリンのボールがあるから大丈夫。いやもう俺のアプローチ。あでもはい、そうでした。青木アプローチ全部いるんですか？あそこ難しくないですか？いや当たっちゃうね。アプローチで。アプローチでね。緩まないようにね。はい。4打目。4打目。え、これ入れたらパー。パー。弱い。転がって止まった。いまいちですね。いや村上いまいち雪ですよ。5-2で。ございます。さすが。ございます。さすがです。間違えた、いつも間違えた。はい、はい、すいません。3打目。ナイスタッチだけど、まあ OK ですね。はい、ありがとう。ボギーパーパー。じゃあもうダメだ、終わり。パーと、まあボギーかダボかね。初ガッツでした。ナイス。ルール変更のおかげでありがとうございます。やっと行って、やっと勝負になりそう。少しでもこっちぐらいの方が気が楽ですよね、きっとね。